U 字工事の旅発見。今回のテーマは西堀酒造。栃木県小山市で創業151年を迎える酒蔵です。若盛りや門外不出などで知られていますが、最近では世界初の醸造法を活用した日本酒や栃木県初のあるお酒の蒸留にも取り組んでいます。今回は栃木県小山市から革新的な取り組みを行う酒蔵の知らなかったメッケをお届けします。2人でメッケを探し歩く知的旅番組、U字工事の旅発見。どうも、石川です。どうも、今回もですね、前回に引き続き小山市におりますね。小山ね、はい、もう風が強いね。今日も強いね。だからお昼に食べた天丼にやけにこう感動してたね。はい、あ、樽池さん食べた天丼安くてうまくてびっくりした。うまかったですね。あそこ入る時に右折すると捕まっちゃうんで、それだけ注意してぜひ。食べてる時そんなメッケ。食べてる時ね、あのパトカーの音聞こえたからさ、サイレン。まあ、交通量多いからね。うん、あ、天丼美味しかったですね。はい、で今回のテーマはですね。テーマは、はい、西堀酒造。西堀酒造さん。はい。一緒にありますね。はい。あの門外不出とか。有名だよね。有名で飲んだことありますけどもね。あ、でも初めて来ましたね。ね。もうかなり建物が古くて。歴史ありそうですね。かなりあっぺなこれは。ああ、久しぶりにでも酒造の。酒造さんのロケで、うん、旅っぽいね。これは旅っぽくて、うん、ちょっと多分シーンとかもあると思うんで、はい、楽しみですね。はい、行ってみましょうか。行ってみましょう、はい、こぼさないように挑みましょう。はい、すらす。西堀酒造は旧日光街道沿いにあります。まずは酒蔵に併設されたアンテナショップで今日の案内人の方にお会いしましょう。ドアが広いね、これ入り口が。いいな、背が高い。お邪魔します。こんにちは。お邪魔します。いらっしゃいませ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。西堀酒造の西堀哲也と申します。はい、父が今社長で5代目になりまして、はいはいはい、私で6代目になります。あ、はい、そうなんですか。お父様が今5代目で、はい、6代目、はい、明治5年創業なので、はい、ちょうど今年で151年目。151年、栃木県が今年150周年ですから、より上ですね。1年いいですね。宇都宮県とかその昔の県とかバラバラの時代からあったんですね。ちょうど栃木県と宇都宮県分かれていた時代の、はい、そうですね。はい、建物も、ね、この建物はもともとは仕込み蔵だった建物なんですけど、平成7年の頃に改装しまして、はい、現在のこのショップのような状態にしてますね。なんか入ってくる時見たんですよ、国指定なんとかってなんか重要な建物になってるんですか。あ、そうですね、これもここもなんですけど国の登録有形文化財指定になってまして、一応うちの会社では4つの建物がその指定になってます。でそのうちの1つになりますね。これ何ですか。酒袋ですね。これはお酒の元のどぶろくのような状態をこれに詰めて、でこれ絞る、その時の布というか、はい、こんな重厚な袋で絞って出すんですか。はい、結構これ耐久性が結構高くて、ですよ、なかなか出てこなそうですね。そうですね。干してる棒混ぜるやつですか。缶混ぜるやつですね。これ解剖ですね。ああ、グググってやつかき混ぜる。こちらではどういったお酒が作られてるんですか。そうですね、メインは日本酒になります。日本酒以外に、焼酎、リキュール、それからスピリッツ、そして、ウイスキー、この5種類の大きな。ウイスキーまで。ウイスキーまで、はい、焼酎作るところは最近ちらほらありますけど、はい、日本酒作ってるところでも、はい、ウイスキーもあるんですか。ウイスキーはちょうど去年始まりまして、こちらが昭和の代表銘柄ですね。一番有名な、普段からも毎日飲めるような。そうです、そうです。でも普通はこちらがですね、いいやつってあれですけど、そうですね、平成に入って実は誕生したブランドなんですけど、まあ、地産地消をコンセプトにスタートしまして、ネーミングの由来はですね、お客様がこれをお酒は門外不出の味ですねっていうコメントを、はい、いただいたっていうのが、まあ
直接のきっかけではあるんですが、実際他にはあんまり出ないものなんですか。現在でも生産量の9割以上は栃木県内で消費されているものでして、残り、ね、1割は一部県外もありますけれども、はい、あとは海外の方とかにも、海外、はい、香港ですとか、あとヨーロッパの方とかにもですね、今は輸出している量もあります。そうですか、はい、結構日本酒海外で流行ってるんですよね。あ、そうですね、今ちょうど好きなところが。どこの国が一番好んで日本酒飲むんですか。アメリカが今一番日本酒輸出、アメリカの方飲むんですか。アメリカがすごく伸びてまして、日本産のお酒に、はい、すごく注目が集まってるみたいですね、うんうんうん。これがまたちょっと日本酒ですか。はい、これは日本酒ですね。日本酒ですか。日本酒ですね。ジロワインみたいなんですね、はい、これは哲学日本酒シリーズでですね。哲学日本酒シリーズ、考えるんですか。ピュシス、ピュシス、ビタール、リブレ、はい、フィリア、カロン。これは哲学のコンセプト概念を元に、はい、じゃあそれに合ったお米とか磨き方とかをこう作り分けていくってシリーズなんですね。お好きなんですか哲学は。もともと大学では哲学科に。哲学なんですか。哲学科でした。だって東京農業大学とかのそのお酒、はい、酒造家じゃないですか。とか多いじゃないですか。ではなく大学は。いや、大学は東京大学。東大ですか。失礼しました。いや頭下げろ。農業がつかないですね。東大。東大なんですか。東京大で、はい。天才だべや。で、高校どちらですか。はい、高校は都内の巣鴨高校。巣鴨高校。ご存知ですか。米粒社協さん、これ巣鴨高校っす。そうなんですか。急に米粒社協さん、我々の先輩の漫才師ですけど、ちょっとなんていうの、マニアックな漫才師の方なんで。あれでしょ、ふんどし履いてこう水泳するとこっすよね。そうです、そうです。男子校の。そうです、男子校の。うおー、すげえ。握手してください。いや結構文武両道じゃないですか、三高校は。あ、そうですね。ね、まあ、高校時代は、まあ、通ってたのもあったので、ちょっと部活には入れなかったんですけど、はい、小中野球やってたの で硬式野球やりたいなっていうのがずっとありつつ、はい、なので大学入って、で、ちょ公式野球部に。東大野球部入ったんですか。すげえ。あの青い帽子の。青い帽子の。すげえ。今の青と黄色になる前のやつですか。あ、前の。前の時の。はい。青のやつですね。はい、はい、東大野球部なんすか。でした。かっこいい。はい、最強だな。いや。こちらで世界初のお酒を作られたってことを聞いてきたんですけど、どういったものになるんですか。はい、イルミナというブランドになります。イルミナ。はい、ラテン語で光を当てたものっていう意味なんですけど、透明な発光タンクに LED ライトを当ててですね、発光を促進させたり抑制したり。よかったらですね、この仕込んでるタンクの方、酒蔵の方でご案内させていただきます。はい、見られるんだ、楽しみ。見学は酒蔵の入り口にある長屋門から始まります。うわ、立派ですね、門が。でこちらが、まあ、メインゲートのようなもの、長屋門になります。こちらも国の登録有形文化財指定になっておりまして、東大海に今日構える西堀家のって書いてますね。はい、ではそこなんだ。はい、出身は近江商人出身で。あ、そうなんですね。栃木県も今30ぐらい酒蔵あるんですけれども、はい、そのうちの大体3分の1ほどは近江商人ルーツだったりします。はい、すごいっすね、近江商人って。やっぱ群馬だと若駒さんとかあるんですよね。はい、あ、そうです、そうです。あの若駒さんももともと同じこの町の近江の出身で、はい、でそちらで、うちのその初代が、はい、修行していた酒蔵になります。あえて あんまり削らない。あ、そうです、ね、定性白の、はいはいはい、若盛りという若も実はその若駒さんの若を、まあ、いただいてといいますか、つながりあるんだ。つながりもめっけですね。めっけだな。あ、若駒さんのご主人もすげえ陽気な方ですもん。あ、そうですね、そうです。独特の人に。独特。こちらが、まあ、うちの、まあ、シンボルにもなってます煙突になります。立派だな。立派。どっからの煙が来るんですか。これですね、蔵の中に釜が、和釜がありまして、この下、地下で繋がってるの。地下が、はい、繋がってます。はい、これも国登録有形文化財ですね。そうですね。今でも火炊いたらここから煙出るんですか。今はもうこれは使ってなくてですね。あ、そうなんだ。はい、
野木町の下助レンガ窯、そちらで焼かれたレンガでして、まあ、同じものですとあの富岡製糸場とかですね、はい、昔の東京駅のレンガとか、まあ、そういった時代のと同じものでして、それこのひびがですね、はい、あの関東大震災の時のひびになります。あの3段ぐらいちょっと縮めて、まあ、もっと高かったんですか。はい、高さ何メーターなんですか。これ一応14メーター。14メーターですね。子供の時登って登れました。いや、さすがに登れなかったです。今考えただけでムズムズするわ。ただあのボールはよく当ててました。野球ボール。ちょっと有形文化祭にボール当てて。こちらが酒蔵になりますね。失礼します。ここがですね、はい、釜場って呼んでるんですけれども、釜場ふかす和釜がこちらですね、はい、水をこう張りまして、はい、大きい蒸籠のような古式って呼ぶ道具なんですけれども、はい、これをあの、まあ、このウィンチで釣り上げてボコンと乗せます。これを乗せる、はい、でその中に、千枚したお米を何層も張り込んで、はい、蒸します。そこから熱々のお米を取り出して、はい、作業していくところから蔵の作業が毎日始まっていくという感じですね。あとはこちらが、おお、何すかこれ、すごい神棚がある。井戸みたいな感じ。井戸ですね。あ、井戸ですか、はい、やっぱり井戸です、はい、井戸水で作ってる。そうです、もううちの全ての水はこの井戸から、はい、あの汲み上げておりまして、でも創業当初からの井戸で今も枯れずに。今もから、今もこちらから結構浅い井戸なんですが、20メーター、深そうですよね。十分だな。うわ、深っ。危ないですね、落ちたら。この落ちたら危ないです、危ないです。あ、深い。日光三景の伏流水、渡良瀬水系って言いまして、ああ、中高水の水質、ちょっと高度の高い中高水水質になります。続いて案内いただいたのはイルミナを醸造する場所。何ですか、すごい光を放ってますね。これがひょっとして、はい、これが日本で唯一の透明な発酵タンク、まあ、今はちょっと空なので、ダミーで、ダミーで、で本当ここに入ってて、はい、この中でやるとか。そうです、赤色のライトを当てた時に、はい、まあ、お酒の味ってどんな味になると思われますか。やっぱ辛口。あ、はい、もう一発で正解で、はいはい、勘弁してくれよ。逆にじゃあ 青は、青は難しそうですね。青は、はい、はい、サバ。サバ、青魚でサバ。清涼感のある味なんですか。ああ、そうですね。ですね、青はですね、フルーティーな、はい、甘口タイプになります。はい、緑ですね。はい、なんだろう、なんか福岡の味なんですか。はい、あ、ちょっと、ちょっとツボポケさせてくんないね、この人。福岡の。そうですね、あの赤と青と、まあ、あえて比較すると中間の波長になるんですね。なので中口になるという。ちなみにどんな味なの。いや、もういいわ。まあ、これも元々はあの対流をですね見る目的で導入しまして、貝入れっていうこうかき混ぜる作業、これが今までまあ経験則だったんですね。実際じゃあどう対流してるんだろうっていうのは普通のタンクだと見られなかったので、でこれを導入したの。それを見るために最初透明にしたんですね。そうです、そうです。なんでそこから色に思いついたんですか。いや、それもその野菜の事例とかを見聞きして、で、その光が酵母とか麹菌に反応するっていう事例を聞いて、あ、当ててれば同じような効果が、光による効果が活用できるんじゃないかなと思いまして、でちょっとやってみようと一発半信半疑でやってみ見ましたら、今までとは全く違う差異が出たので、あ、これは面白いなと。これでも他にないってことなんですね、透明が。これは、はい、他でも、でもこれからが第一例となって結構なんていうんですかね、増えてくる可能性もあるんですかね。真似じゃないけど、特許はちゃんと取っておいた方がいいよといろんな方に言われまして、はいはい、でそれで特許取得実はしております。さすが。まあ、これも発明展覧会というのがあるんですが、はい、まあ、そちらでも関東経済産業局長賞を令和4年度いただきまして。すごい賞もらってるんです、ね。賞をちょっといただきました。はい、さすが、旅発見より先に世界不思議発見してるだけあります。今回のテーマは西堀酒造。栃木県小山市で創業151年を迎える酒蔵です。日本酒の蔵を見学した U 字工事の2人、続いて案内していただくのは、
ここはなんかでも樽がいっぱい並んでてちょっと日本酒と違う雰囲気がありますね。実はこの建物外から見ると全然普通の蔵なんですが、はい、こちら去年、改装したです、ね、蒸留所になっております。蒸留所、日本酒は蒸留しないですよね。日本酒は蒸留はしないですね、はい。まあ、新たに、ウイスキー作りをですね、栃木県で初となるんですけれども、はい、開始いたしまして、こちらで、今も作っておりますので。うわ、雰囲気変わるな。ウイスキーの蒸留所とはどんな場所なのでしょうか。こちらになります。はい、うわ、なんすかこれ。ふぅ、すごい。これはいいぞ。失礼します。うわ、かっこいい。もう6代目って感じですね。いやいやいや、新しい風が吹いてますね。いやいや、もう新しいジャンルに、はい、樽でこれで作ったんですか。はい、ディスプレイなんですが、はい、実際にも使える樽でして、こちらがバーボン樽になります。バーボン、今アメリカ側から輸入した樽でして、はい、ちょうどここにも書いてあるんですが、ジャックダニエルディスティラリーからの中古バーボン樽になります。ジャックダニエル、はい。樽を保管する場所は、理想はですね、もうこうサビとかが、湿気がすごいあるところの方が、揮発が少ないんですね。ウイスキーは熟成させるときにエンジェルズシェア、天使の分け前って言うんですけれども、ちょっとずつこう揮発して少なくなって、まあ、うちでどれぐらい減るかはこれから本当にどうなるかなんですか。そっか、まだ開けてないから、まだ分からない状態なんですが、ちょっと根本的な質問になっちゃうんですけども、はい、ウイスキーっていうのはどうやって作るか教えていただけますか。はい、ウイスキーはですね、大きく分けて2つ種類があります。麦芽 100% で作るモルトウイスキーっていうものと、グレーンウイスキーっていうジャンルがあります。麦芽も一部使うんですが、穀物、小麦とかトウモロコシとか、まあ、いろいろなパターンがあるんですが、そっちを一緒に発酵させて蒸留するっていう。で、弊社ですとこのモルトウイスキーも作るんですが、このグレーンウイスキー、はい、穀類ですね、ここをですね、酒米を削った時に出る米ぬか、米ぬかもウイスキーの原材料になるんですね。あ、なりますね、はい。単一の蒸留所で作ったウイスキーというのを、もうシングルモルトウイスキーとか、そういうことなのか。シングルっていうのが作るの、あ、そうですね、3年熟成が最低条件だったりするので、2025年の夏頃に初めて、初回リリースができるような見立てております。こちらが蒸留機、これが蒸留機で、こちらが、まあ、マッシュタンと言ったりするんですが、いわゆる、まあ、透過タンクですね。工程で言いますと、一番最初にこちらからバークがガリガリ砕いてですね、米粉も詰め替えたりして上から投入していきます。63度の温水をかけ混ぜながら透過液を作ります。で、それをですね、このフィルターでこして、麦芽かすと麦汁に分けて、はい、で分けた麦汁を日本酒のタンクのあそこの中で発酵させます。発酵させて1週間弱で、結構短いんですね。それで発酵が終わりまして、で蒸留をかけます。元々の液体は 7-8% のアルコール度数、1回蒸留すると 24% ぐらい、焼酎ぐらいですね。焼酎ぐらいですよね。なのでもう1回、はい、再流って言うんですけど、2回目の蒸留を行います。でその時に、ヘッド、ハート、テールと出てくる順番ごとに分けましてカットします。間の、まあ、いいところだけを取り出して樽詰めすると。ウイスキーってなんかちょっと茶色っぽいイメージなんですけど、はいはい、色はですね、樽の色になりますね。あ、樽から出た色なんですか。なのでウイスキーは出来たては、まあ、水のような、へえ、むしろ太くないと、そうですね、見ただけだと分からないです。モルトウイスキーの原酒ニューポットをいただきます。いただきます。あ、香りする、甘い、甘いなあ、甘い、フルーティーな香りするな。甘い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 。いただきます。おー、ちゃんとウイスキーのクラッってくる感じありますね。はい、40度くらいあるんですか。あ、これで60度。60度あるんですか。いや、おっかねえ、おっかねえ。おー、うわ、くるカッとくるけど、ちょっとフルーティーないい甘さと香りがありますよね。はい、そうですね、これが日本酒酵母を使った特徴でして、この燃える感じ久しぶりだよ俺。これ下戸の人は舐めただけでひっくり返るかもしれないな、これ。でも癖になるなこれ、うん、でもあれじゃないですか、
こう日本を救ってる酒蔵さんで、はい、ウイスキーとかヨーカとか作ると、うんうんうん、賛否両論あったりするんじゃないですか、はい、長期的な目的としましてはそういったウイスキーとか、まあ、その蒸留酒の世界から日本の酒造り、まあ、日本酒これを知ってほしいっていう思いがございまして、はい、原料も例えば米粉を使ったりとか酵母も日本酒の酵母これで、全てを作ったりとか、まあ、そういったところで どこかしらに日本の酒造りらしさっていうものを込めまして日本の国酒である日本酒をよりこう知っていただきたいと、まあ、そんなきっかけにもなればなという思いがございます。より日本酒をまたさらに改めて知ってもらうために そうですね。ウイスキーの蔵を見学した後はアンテナショップへ。西堀酒造自慢のお酒を試飲させていただきます。じゃあせっかくなので、はい、うちの日本酒を味わっていただければと思います。お願いします。じゃあまずはじめにこちらうちの代表銘柄であります門外不出純米吟醸酒。飲みやすい。甘すぎず辛すぎずで合ってますか。あ、そうですそうです。おっしゃる通りちょうど中口ぐらいにしてまして、スイスイ入る感じ、はい、まろやかな感じもするし、そうですね、口当たり柔らかくてですね、柔らかめです。で後味もしっかり切れるので、はい、飲み飽きせずに、うん、お料理の邪魔をしないでいただけるタイプのお酒です。じゃあ次にですね、門外不出の純米大吟醸ですね、のクリアブリューというシリーズで、こちらはですね透明な発酵タンク、はい、こちらの光を当てない方式で、まあ、買い入れする作業を最小限に抑えて酵母の自然の動きに任せて作ったお酒です。インターナショナルワインチャレンジというワインの世界大会の日本酒部門で大会推奨賞をいただいたお酒です。ワインの世界大会で日本酒っていうのがあるんですか。日本酒部門が、はい、膨らみ方がさっきより強いですね、パーって口の中で。そうですね。ああ、キレが出た感じしますね。あ、そうですね、よりこう濃厚な感じがしますね、うん、レッドライトとブルーライト、こちらの飲み比べをしていただければと思います。じゃあ青の方から。あ、さっきの門外不出のこっち飲んだあったからこう味をこうギューッと閉じ込めたような感じに感じますね、うん、はい、レッドライトの方、ね、レッドライト、配合などは全く先ほどと同じで当てる光の色だけ変えたものです。へー、不思議ですね。違うな。違う、こっちのはちょっと癖出ますね。あ、そうですね、はい、こっちのは好みかも俺。あ、全然違いますね。いや、わかる。あ、わかります、わかります。なんかちょっと本当香りがちょっと独特の香りするっていうか、はい、光でこんな変わるんですか。全然違いますね、本当、ね、びっくりする。反応する酵母のタイプが変わるので、はい、全然違うんですよ。本当かと思いましたけどやっぱ違う、うんうんうん、これからどんどん研究してもらってね、いただいて可能性感じますね。いやいやいや、U字工事のお二人、はい、本日は西堀酒造でメッケはありましたか。ありました、ありました、はい、151年という歴史がありながらもその光を当ててお酒を作ったりとかウイスキーに挑戦したりとか新しいものに挑戦してるって姿がかっこいいなと思いました。で、しかもその奥にはやっぱり日本酒のまだ良さに気づいてほしいとか、うん、新たな風をなんかまだ吹かしてくれるような感じがして、赤門旋風を日本酒界に戻します。赤門旋風、はい、本当ありがとうございました。はい、ありがとうございました。個人的なメッケなんかありました。はい、六、はい、代目が六代薬薬やってる時に東大でね、はい、うん、誰か対戦相手でものすごい化け物の人いましたかったら、うん、早稲田大学にいた大石達也投手、早稲田ね、セーブライオンズに入った早稲田三本柱だったんですね。そうそう、実は3人ですよ、はい、大石選手がやっぱすごかったんですよ。みんなバットがボールの下ぐらいですか。そうです、面白い、全然面白いほどに当たんないぐらい、ね、当たんないぐらいでしたね。なんか個人的なメッケありますか。はい、6代目はね大学で野球やってましたけど、5代目はね立命館でアーチェリーをやってた。そうだった。これが俺のメッキです。いいね。本当に文武両道で、ね、やられてたということで、これから本当に頑張ってください。はい、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。というわけで本当に今回も知らないことばっかりでごめんねごめんね。またお会いしましょう。西堀酒造は151年の歴史を持つ老舗酒蔵でありながら、柔軟な発想で革新的な酒造りを行い、日本酒を広めるために努力し続ける酒蔵でした。
U 字工事の旅発見。次回は福島県いわき市山の町内郷で発見。これで大丈夫ですね。ずり山なんです。お楽しみに。はい、はい、春菊食べ明けはバラエティじゃないからボケる時急にボケるくせにわけわかんねボケ言うくせに青い光松本忠志青い稲妻で青い稲妻走れ走れ二塁ベースへ奈良の光よりも早く奈良青い稲妻ですよね。松本忠志